上野動物園にジャイアントパンダの新しい飼育施設が昨日午前3時ごろ東名高速道路上り線にて大型トレーラーさんの保健所で1医療機関あたり10人のインフルエンザ感染者を確認しました。東京都港区のマンションに住む女性から手首東京都江東区木場にある薬品倉庫にて大規模な火災が発生しました。出火から1時間大晦日から新年のカウントダウンイベントなど多くの人が集まりました。インフルエンザウイルスで死亡者を確認しました。東京都内でのインフルエンザ流行が止まり、猛威を振るうインフルエンザでさらなる犠牲者です。インフルエンザによる死亡者は15名となりました。 The widespread outbreak of influenza in Japan continues. But is this actually influenza? Existing anti-influenza drugs are not as effective as hoped.And the mortality rate appears to be much higher than previous influenza outbreaks. Some analysts suggest that Japan's Ministry of Health, Labor and Welfare may be hiding. 猛威を振るうインフルエンザが新型のウイルスであることが分かりました。日本政府は緊急事態宣言の発令と東京都の封鎖を決定しました。ロックダウンを実行することに決定しました。またこれ以上感染をさせないためにもご協力のほどご